こんにちは、萌です。今回はですね、こちらの筆、このボロボロのボサボサの筆、これもう捨てなきゃいけなそうな筆ですが、これまだ使えます。でこれをですね、どうやって使っているのかっていうのをちょっと見てもらえたらと思います。で今回短めの動画にしてあるのでですね、最後まで見てもらえたらと思います。でこんなボロボロの筆どうやって使うかというと、これなりの、このボサボサなりの使い方があります。それがこうやってポン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 とスタンプのようにこうやって使うっていう使い方、そしてもう一つあるんですが、それは後半で、見せたいと思います。こういうふうにスタンプみたいにポン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 乗せていくやり方を、普通の筆、普通の、綺麗な筆でやってしまうと、どうしてもですね、決まった形、こういうボサボサっとしたふわふわっとしたこのね、スタンプみたいな感じに出ません。でこのもうボサボサして毛が広くなって、広がってしまって、こう毛がね、均等じゃなくなっている、こういう筆だとこんな感じでですね、ふわふわしたスポンジみたいな感じのテクスチャーを出すことができます。で今ですね、これは木を描いてるんですけど、こういう風景画のこういう木の葉っぱの部分とか、扇の筆、扇形の筆の使い方前に出してるんですが、そういう扇の筆でも木の葉っぱとかですね、草とか、描きやすいんですが、このボサボサの筆もですね、結構これで使えます。でただこのボサボサ加減にもよりますけど、私はですね、こういうボサボサの筆は取っておいて、こういうテクスチャーを出す時に使ったりしてます。そしてさっきのスポンジみたいにポン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 乗せていくやり方でなくても、こういう風にですね、もう一つはですね、筆を滑らせて普通の絵の具で絵を描くような感じ、筆で絵を描くような感じにするとですね、でちょっとあんまりこう押さえないように毛の質感を残す感じに描くとですね、いい感じにこうボサボサした感じのテクスチャーを出すことができます。これも結構使えると思います。でこれもこのどれだけ毛がボサボサしているのか、どういうボサボサ具合かによってですね、このテクスチャーが変わってくるので、ぜひぜひいろいろ自分の持ってるボサボサな筆でですね、試してみてもらえたらと思います。でここまでボサボサになる筆ってですね、結構安めのものが多かったりするんですけど、まあ、ボサボサになってもこうやってですね、応用して使えるのでですね、捨てずにいろいろ使ってみてください。こちらの壁画もですね、また SNS に載せたいと思います。なのでインスタグラムの方も登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画で、バイバイ。